やあ、いらっしゃい。お手伝いします。やあ、いらっしゃい。一泊二食付きで15万円だ。あんまり無理しない方が。無理なんてしてないわ。持ってけ泥棒。おう、夕飯は期待してていいぞ。ええ、超楽しみだわ。ほら悟り、何ぼさっと立ってるのよ。泊まるって言ってるんだから、さっさと荷物を運び入れなさいよね。まさか本当に大金を払うとは思いませんでした。半分泣きながら懐石料理とお酒に飛びついていましたね。さて、お風呂もいただいたことですし、部屋に戻りましょうか。今頃他の人が酔いつぶれているに違いありません。しかし和洋折衷といえば聞こえはいいですか。洋館で暮らしている身としてはどうにもなれないんですよね。畳と布団。しかもこの人完全に酔いつぶれちゃって、中出して寝てるし。お金が飛んでご飯がいっぱい、もう食べられないよ。よいしょっと。聞こえてますか？聞こえてるわけありませんよね。あんなに飲んで間違いなく朝まで爆睡コースです。心の声すら聞こえませんもの。こうしてあなたと同じ部屋で寝ることになるなんて考えもしませんでした。ここまで近づくのなんて普段ならありえませんものね。しかも同じ布団でだなんて。あ、髪の毛ちゃんとお手入れはしているのかしら。まさか石鹸とかで洗ってるんじゃないでしょうね。こんなにも綺麗な顔をしてるのにな。
失言でした。今のはなしです。無意識にだなんて、小石じゃあるまいし。解決してきたんですものね。でも本当にこうしてみれば普通の少女よね。綺麗な肌、うん、いけない、私も少し酔っているのかも。疑心暗鬼になる必要はありません。私があなたを助けます。